どうもプラミル中の人としデブです。今日はチャンネル登録者数1万人弱を記念してショートで一番再生数があった豆腐カニカマの焼き物を作っていこうと思います。まあ、ありがたいことに皆さんからのコメントがたくさんあって、まあ、こういう食材使ってほしいとかこうしたら美味しそうとかいろいろコメントあったのでそちらを参考に今日は作っていこうかなと思います。早速ですが玉ねぎをみじん切りしていっています。玉ねぎのみじん切りはあんま細かくしなくても大丈夫です。大きめに切った方が玉ねぎの食感が残って美味しくなる。木綿豆腐を 300g 使うんですけどボウル入れるとき潰すとこれから混ぜるときすぐ簡単に混ざるようになります。で鶏ガラスープは小さじ1分の1程度入れてください。もう好きな和風だしとか顆粒だしコンソメとか入れちゃっても大丈夫です。でカニカマもそうなんですけど、まあ、好みのものがあれば好みのカニカマ使ってあげたい。あとちくわとかはんぺんとか、まあ、魚介系のすり身入れても美味しいと思います。で今こうやって実際一つ一つほぐしてるんですけど、まあ、切っちゃっても大丈夫ですね。これから混ぜるとほぐれると思うので、あとは好きな風に、調理してあげるといいと思います。はい、それではみじん切りにした玉ねぎを加えていきます。次に片栗粉ですね。今回大さじ2から3加えていこうと思います。ちょっとショートで作った時よりもなんか今回緩かったんですよねなんかひっくり返すのがなかなか大変で、まあ、うまいやり方うまくひっくり返せるやり方動画の後半の方でできたので、まあ、そこまで見ていただければいいと思うんですけど、まあ、ちょっと私料理自信ないとか崩れちゃうのが心配な方は片栗粉多めに入れてあげるとうまくいきます。で混ぜるときもざっくりとこの豆腐を潰す感じで最初混ぜてあげて、で最後の方には細かくなるので、混ぜるやつ、ね、なんていうかちょっと写真で出そうかなと思います。で混ぜてあげるといいと思います。もう油ですねこれは豆腐をスプーンで成形してあげて入れるとうまくいい感じの形になるんですけど、なんかいまいちなんですよね。でまあちょっとずつ焼き目もこんがりとしてついてあげたらもうどんどん繰り返しましょう。やっぱなんか緩いですよ、ショートに比べる。でこれでプレーン完成したんですけど、コメントであったチーズ乗せても美味しそうというのを今回やってみようかなと思います。チーズ1枚乗せてオーブンで温めてあげると完成です。で次にコメントにはなかったんですけど、私がレンコン好きなのでレンコン加えてシャキシャキした食感をより一層出そうかなと思います。で皮を剥いてあげてレンコンはざく切りですね。このね、レンコンのね皮むくの苦戦したんだよ。いい感じにこの口に残るぐらい大きくなく小さくもなくみたいな形が理想ですね。はい、ではレンコンどんどん切っていきましょう。まあ、本当に玉ねぎの大きさぐらいかな。レンコンはなんかアクがあるみたいなので水につけておきます。これも豆腐とか作る前にやってると便利楽かなと思いますね。でさっき作った豆腐を入れてレンコン加えて混ぜてあげると OK です。で次大葉ですね。これはコメントにあった大葉入れて味変みたいな大葉を刻んでいくところです。
大葉はこうくるくる巻いてあげると楽に切れるんですね。まあ、よければ皆さん、まあ、知ってると思いますけども、このようにくるくる巻いて刻んであげてください。大葉加えていきます。プレーンの豆腐の素材作っておくとこういう時便利ですね。好きな味に変更できるので。なんかマイクの音量がいまいち感度悪いんですよ、まあ、それは置いといて、まずは大葉の方からね、いこうと思います。前回のミスをね、こう学習してちょっと丸っこい形に焼きました。時間が経ったので水分抜けてるかなんかわかんないんですけど、今回はうまく成形できました。で、さっきミスってひっくり返す方法なんですけど、このフライパンの縁の部分を使えばうまくひっくり返せることがわかりました。で、焼いてる時もちょくちょくこの火加減があるから、こういい感じに焼けるように反対に並べ替えたりしてあげると美味しく焼き上がります。できました。ここほら見て見て、フライパンの縁を使ってね、こうひっくり返る要領でくるんと綺麗に回ってくれるので、こうやっと綺麗にひっくり返ってます。で、次は味噌だ。味噌が一番美味しかった。まあ、これから実食パートあるんですけど、味噌が本当に美味しかった。味噌のね、この濃厚な味、ちょっと固形がついた味がすごい馴染んでます。まあ、豆腐が味噌ともともと大豆だから相性いいのか分かってきてたことだとは思うんですけど、なんか味噌が一番いい感じに焼けたし、美味しかったです。で、これ4種類並べたやつですね。右上がチーズ、右下が大葉で、左上がこれはなんだっけ、レンコンだ。で、左下が味噌ですね。うまくみんなできたと思います。一応ショートの方でもポン酢を垂らしたので、今日もポン酢つけていただこうと思います。まずはレンコンからですね。一つでこううまく取れるとよかったんですけど、やっぱ半分に割らないとまだ取れなかった。焼きが甘いのかもしれないですね。で、レンコンの感想なんですけど、まあ、想像以上にレンコンの主張が激しかったです。で、続いて大葉ですね。大葉はまああっさりと食べたい人には大葉がいいかもしれないですね。大葉の香り、シソ系の香りがしてとても美味しかったです。で、本当はもっと焼いてるんですけど、まあ、私の特技のつまみ食いをしてしまったので今4つしかありませんね。もっと綺麗にね映せる方法があるかもしれないんですけど、まあ、そこはご容赦ください。で、次チーズかな。チーズなんですけど、ちょっと味薄いなっていう感じましたね。まあ、ポン酢で食べてるか、そもそも豆腐の味が薄いのか、定かなところではあるんですけど、ちょっと調味料を工夫してあげるといいかもしれないです。で、一番美味しかった味噌、まあ、味噌が本当美味しかったんです。あ、うまっ。ポン酢かけなくても十分味噌の味がして美味しかったです。はい、ではこんな感じで今日の動画はそろそろ締めようかなと思います。ぜひこれ人気のレシピなので皆さんも試してみてください。では最後に告知させていただきますが、プランミールでは便利なアプリを配信中です。料理に関する作業というか家事が楽になるアプリを
私の方で作りましたので、まあ、この機会にぜひ皆さんもインストールしてみてください。